のポーズに行きます。そしてリターンのパスもらった田中パウロ、中には2枚、ファーから来た浮田健生、左足ポイントだとは思いますし、ここの選手がね、あの局面で冷静にプレーできたっていうのがね、そうですよね。あ、ここに橋本入ってくる、うまくパスを送って高井だ、浮田シュート、小松、小松が決めました、高井アシスト、見事なスルーパスを送っていきました、橋本。ここで橋本選手がもらった瞬間ですよね、あのいいタイミングでエリアに入り込みましたし、はい、あ、ここはヘディングシュート、山口小松で先制です。いやー、わずかあー、ね、ちょっとアバウト気味なボールだったので、ご覧いただきましょう、田中陸からのボールです。後半の戦いリードを保ちながら勝利へ向かいたい山口です。後半の頭から入った村田、わあ村田ここは失わない、さあ一気に中を見た、村田からのボール、3点目、高いで3点目は山口です。なんと今日は効率がいい、まあ、伊藤選手の攻撃をね、押し込める意味もあったと思うんですけれども、そこで1対1のストロングな部分もね出せましたし、うん、なんかこの辺は采配ズバリなのかなという感じしますけどね。